火力発電所。火力発電所とは、石炭、石油、天然ガスなどを燃料とする火力発電による発電設備がある発電所を指す。火発という略称が用いられることもあるものの、報道での使用頻度は原子力発電所の原発に比べると少ない。世界初の商用発電所は、トーマスエジソンにより建設され、1882年9月から、 稼働したニューヨークマンハッタンのパールストリートの火力発電所であった。当時の動力は石炭燃料による 175HP の往復動式蒸気機関であった。伝統需要地に近いエリアへ直流送電するため都市内に建設されたものである。1880年代後期にはニコラテスラとウェスティングハウスエレクトリックによる高圧交流送電技術の実用化が進み、 火力発電所も都市外延部や郊外で冷却水の確保に有利な河川沿いや沿海部に開けされるようになった。またこれと気を位置にした水力発電技術の進歩、長距離高圧送電技術の向上に伴い、世界各国で火力発電と水力発電を併用して需給調整に応える手法が広まった。その後、より高速で、 大型化に適した蒸気タービンが1890年代以降に実用化され、火力発電に利用されるようになると、火力発電所の大型化が進んだ。水力発電に比して、立地の自由度が高いこと、石炭の他に、石油、天然ガスなど多様な燃料を利用し得ること、需要に応じた拡張が技術的に容易なことから、水力発電の公的地以外では、 発電手段の主流となっている。九百七十年代には石油危機器により石油代替エネルギーとして原子力発電の利用が促進されたものの九百九十年代以降になると先進国で原子力発電の伸び率は年平均零点五パーセントと鈍化した。二千十三年の世界の電源設備容量の発電設備構成の比率では火力発電が 最も大きく67.5%となっている。また、2013年の世界の発電電力量では、石体火力が41.2%、石油火力が4.5%、ガス火力が21.8%という比率となっている。燃料の燃焼で放出される化学エネルギーで、水蒸気を作り、蒸気タービンを回転させることによる、気力発電の設備を持つ、 発電所。発電技術の発展とともに大容量化が進み、現在では1機あたりの出力は105万 kW 級が日本国内で最大である。なお単に気力発電といった場合には、原子力発電、地熱発電、太陽熱発電も含まれる。燃料の燃焼で放出される化学エネルギーで内燃機関を回すことによる内燃力発電の設備を持つ。 発電所と使用される内燃機関はディーゼルエンジンが主流でありガスエンジンやガスタービンを使用している発電所もある。指導性が良く需要調整が最も容易であることや小規模需要向けの発電施設を作りやすいことから佐渡島や沖縄諸島、小笠原諸島など離島の電源、発電所の非常用電源として設置されている。 1900年代 -1920 年代には、石炭ガスを燃料に、気筒数の少ない巨大なガスエンジンを動力に用いた、当時の気力発電所に被験する出力の内燃力発電所が、都市近郊に建設された時代もあった。だが、この当時の低速ガスエンジンは、騒音、振動が大きく、発電所外にまで騒音が響いたり、 発電所のコンクリート建築に亀裂が生じるほどの影響があったため、気力発電を代替する存在とはならずに衰退した。内燃力発電所が広く用いられるようになったのは、内燃機関の高速、低振動化が進んで以降である。ガスタービンの排熱で気力発電も行う、コンバインドサイクル発電の設備を持つ、発電所と二重に発電を行うため、 他の発電方法と比べ熱効率が高く、ガスタービンであるため指導性も良い。ガスタービンと蒸気タービンを組み合わせた、小容量のユニットを複数設置し、3から6台ずつグループとして運用するため、起動、停止や出力の変化が早い。系列あたりの出力は大容量でありながら、蒸気運用方法により、効率の低下が少ないという特徴がある。 火力発電の冷明期から使用されている。日本ではかつて国内炭使用であったが、近年は海外炭であるほか、細かな粉末、微粉炭にして燃焼している。日本ではオイルショック以降、石油火力から転換した発電所も多い。中には石炭から石油に転換後、石炭に再転換した発電所もある。燃料の安定供給や、 経済性に優れており、近年は、石油火力に代わって建設された60から100万、キロワット級の大型火力が主力であり、ベース電源として運用されている。発電効率向上のため、近年では超臨界圧、蒸気温度摂取593度以上、蒸気圧力24.1%以上のボイラー及び、蒸気タービンを採用している。 石炭を燃焼させた後の灰、フライアッシュは、セメントの原料として外部に売却されるほか、埋め立て用としても使用される。石炭火力は、煙突より媒煙を吹き出し公害をイメージするものとして描かれることが多かったが、日本では、囚人装置をはじめとする諸設備により待機、汚染防止対策が取られている。一方、こうした対策が講じられていない国も多くあり、 中国の例では2011年に北京市、天津市、河北省に存在する発電所の倍園により、呼吸器疾患等で9900人が死亡したとするデータもある。二酸化炭素、CO2 など温室効果ガスの排出量が最も多いため、地球温暖化対策の足かせになっている。オイルショック以降、普及や燃料転換が進み、現在では、 火力発電の中で最も比率が高い。天然ガスは都市ガスの最終力燃料でもあるため、発電所の天然ガス受け入れ設備をそのまま都市ガスとして供給しているところがほとんどである。ガス事業者への売却というところもあれば、発電所敷地内の天然ガス受け入れ設備のみを電力会社とガス事業者の合併会社が運営しているところもある。発電効率向上のため、 近年ではガスタービン発電設備と気力発電設備を組み合わせたコンバインドサイクル発電方式が導入されている。コンバインドサイクル発電を採用している場合、運転、停止が短時間で容易にでき、需要の変化に即応した運転が可能であり、ミドル電源として運用されている。LNG、液化天然ガスはガスを液化する際にガス中のチリ。 燃焼時に養分などの不純物を取り除いているため、硫黄酸化物や媒人の発生がなく、環境負荷が少ない。LNG の貯蔵設備やパイプラインの付設など、付随設備の建設に時間、コストがかかる。なお、気化作業を近隣のガス会社に委託している発電所もある。日本で火力発電所を所有している会社は、主に10の地域電力会社。 北海道電力、東北電力、東京電力、中部電力、北陸電力、関西電力、中国電力、四国電力、九州電力、沖縄電力や、電力卸売、会社、電源開発である。また JR 東日本、川崎市川崎区のように自家用発電所を持つ企業も少なくない。電力需要が大きかったり蒸気を対応する工場の、 中には、ボイラーなどによる火力発電施設を設けて、自社工場内の樹をまかない、これらの施設が火力発電所と呼ばれることがあり、一部では余剰電力の売電まで行っている。電力自由開口は、神戸成功所や新日鉄住金などは新たに火力発電所を建設して、電力会社や法人へ電力の卸売りを積極的に行っている。かつては、 千住火力発電所のように電力需要の大きな大都市近くに建設される場合が多かったが、送電技術の向上や燃料搬入の利便性、海水を冷却水として使用できること、肺炎や騒音問題から住宅地とは離す必要があったことなどから臨海地区の工場地帯に建設される場合が多い。また、エネルギー効率が悪く輸送に不便な活炭のような 低質の石炭を使った火力発電では炭鉱近くに火力発電所が建てられることがあった。これらは山発電または山本発電と呼ばれる。商品価値の乏しい低質炭を輸送コストを抑えつつ活用できるため炭鉱の自家発電に多用されたほか条件によっては長距離送電を伴う水力発電とのコスト競争力を持てたことから 炭鉱金棒地域の商用電力供給に活用されたが、日本の石炭産業水退により過去のものとなっている。日本初の火力発電所は、東京電灯により、1887年、明治20年に建設された、第二電灯局、現、東京都中央区日本橋かや町。現在、跡地は、ビジネスホテル、総鉄フレッサイン日本橋かや町となっている。 第二次石油危機の発生を受けて、1979年5月に行われた第3回国際エネルギー機関 IEA 閣僚理事会において、石炭利用拡大に関する IEA 宣言の採択が行われた。この宣言には、石油火力発電所の新設禁止が盛り込まれていたため、それ以降日本でも原則として、石油、原油火力発電所を新設することができなくなった。 そのため、現在建設される火力発電所は、石炭や LNG、あるいはそれらの混合等となっている。そしてそれ以前に建設されていた石油火力発電所も、石炭、または LNG 火力発電への転換が促進された。2010年時点で、日本の発電電力量比率は、火力発電全体で64%、内訳は、 LNG28.3%、石炭25.2%に対して石油は10.3%となっている。2011年3月の福島第一原子力発電所事故によって原子力発電所は定期検査後の再稼働がしづらい状況になっているため原子力発電の不足を補うために老朽化した休止中の石油火力発電所を服させたり LNG 火力発電所の定期点検時期を延期したり、稼働率を上げるなどして、石油、原油や LNG の輸入量を増大させており、全発電量に占める火力発電の割合は75%以上に増えている。しかし、稼働率の上昇に伴い機器の起動、停止が頻繁になったほか、長時間の連続稼働により、蒸気漏れやタービン不具合など、故障が相次いでいる。 各電力会社では、不足した電力供給量を補うため、ガスタービン発電、ディーゼル発電などの緊急設置電源を新設したり、既存火力発電設備の増出力運用などの対応を行っている。現在は火力発電所が供給力のほとんどを担っている状況であり、予備供給力も少ないため、電力需要がピークに達している際に60から100万。 キロワット級の大型火力が停止したり、本来は軸単位で運転、停止が可能なコンバインドサイクル発電設備が系列全体で停止したりすると大規模な停電につながる可能性がある。2013年の米国での電源別発電電力量は石炭40%、原子力19%、ガス27%であった。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。